可愛いワンちゃんがたくさんいるここは台東区根岸にある犬のしつけ教室ドッグリーです。今日はこちらで代表の新井さんに愛犬のしつけについて教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワンちゃんたちがこう伸び伸びできそうな素敵な空間ですよね。ありがとうございます。ワンちゃんって発散が必要なんですね。しっかり発散させるっていうことをメインに、たくさんのスタッフでお世話しています。具体的にはこちらでどういった活動をされてるんでしょうか。はい、飼い主さんが通ってきて飼い主さん自身が学ぶこと、あとは犬の幼稚園といってワンちゃんだけが昼間来て夕方帰っていく人間の幼稚園と一緒ですね。あとはホームステイ1ヶ月単位でお預かりしたりとかっていうようなことをやっていますね。じゃあ今日はたくさんお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組では大きく3つのテーマに沿ってお話しします。犬を飼う前に、犬を迎えるにあたり整える環境について、フードの上げ方についてなどお話しします。子犬からのトレーニング、なるべく早く始めるべきトレーニングについて実践を交えてご紹介します。吠えについて、飼い主さんのお悩みの中でとても多いものの一つです。吠えの種類に応じた対策を教えていただきます。こちらにご用意いただいたのはケージとトイレ、それから犬を運ぶ時のケースでしょうか。そうですね、はい、庭付き一戸建てと、そうなんですね、言われるものですね。一つずつ解説していきますね、はい、まずこのトイレトレー、これいたずらしないように上に網ついてますね。でこのお家クレートとか、言ってます。ちっちゃい持ち運べるものがキャリーとか言うんですけど、この中に入って休んでて、おしっこしたくなったら出てきて、でフリースペースでご飯食べたりとかちょっと寝たりとかっていうような感じで、植えついてないものもあるんですけど、はい、登って逃げちゃうとかっていうと、長時間のお留守番だと上しっかり天井ついてた方がいいのかなっていうふうに思います。戸建ての場合だと特に開けてすぐ外ですから、はい、逃げ出しちゃって事故が起こるとかいなくなっちゃうっていう可能性がすごく高いです。マンションでも一緒なんですけど、ゲート2つつけてダブルゲートって僕は呼んでるんですけど、はい、開けてパッて出れないようにする工夫をしといてほしいなと思います。今クレートというお話あったんですけれど、犬を運ぶ時のケースというよりかは、ケージの中で使うものっていうことなんでしょうか。そうですね、普段から慣らしとかないと、よくある例が動物病院行く時だけ使うと、病院で注射打たれたイメージとかがあると、これに入れられたらもう罠にはめられて痛いことされちゃうぞみたいなね、はい、ってことになっちゃうから、普段から使っておいて移動する時にも持っていけるっていう一石二鳥みたいな感じね、管理するといいのかなと思います。フードの上げ方についても知っておかなくてはと思うんですけれども、子犬だと量ですとか回数はどれくらい上げたらいいんでしょうか。そうですね、子犬の場合はこの中の消化するタンクの容量が少ないんで、特に回数多め、野生動物っていうのはご飯を探すことに1日の時間の大半を費やしてるんですね。同じ時間に何時何分になってかご飯食べようなんていうのは人間ぐらい。なるほど、だから固定的に何時になったらこの量をあげるっていうよりは、1日の分があってそれを少しずつ投げて拾わしてね、あげたりとか隠したりとか探し出せたりとかする、そういうふうにするとワンちゃんの心の発散になってくるんで、少しずつあげていってほしいなと思います。そしていよいよ犬を迎えた際は、犬に装着されているマイクロチップの情報の変更登録を忘れずに行ってください。詳しくはこちらをご覧ください。子犬の頃からのトレーニングが重要ということなんですけれども、生後いつ頃から始めたらいいんでしょうか。そうですね、家に来た日から。そうなんですね、はい、すぐに始めましょう。はい、ワンちゃんには社会化期って言われてる時期があるんですけど、生後3ヶ月4ヶ月ぐらいまでがスポンジのように経験したことを吸収できる時期なんですね。そうするとワンちゃんをもう家に迎えた時って多分ね2ヶ月ぐらいにはなってると思うんで、
そうするとあと 1,2 ヶ月が勝負なんですね。買う前から少し勉強して、あと何か用意するっていうのも準備だし、それを合わせてやらないと最初から失敗するのを直す工程になっちゃうんですね。成功したのを褒めるのか失敗したのを直すのかじゃ全然変わってきちゃうので、できればいい環境、いい知識を身につけてうまくできたことを褒めるってところから始めてほしいんですね。トレーニングの種類を3つ挙げていただきました。ボディケア、屋外での刺激、さまざまな刺激、一つずつ見ていきましょう。ボディケアのお話は実践しながらということで、可愛いワンちゃんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくです、はい、ボディケアとは具体的にはどういうことなんでしょうか。そうですね、体のどこ触っても大丈夫だよってところで撫でたり、耳の先、鼻の先、手の先、特にね今先端触るの嫌がるから、そういうとこ触られるのを慣れる。なるほど、はい、ブラッシングは毛の短い犬種でも必要なんでしょうか。そうですね、長い子だとこういうコームって言われるのとか、トイプードルだとこのスリッカーって言われるのとか使うんですけど、しじみちゃんの場合は例えばちょっとマッサージ系でラバー系のちょっと柔らかいやつちょっとやるとか、あとちょっと汚れた時には濡れたタオル拭いてあげるとか、あとね毛の抜け替わりが激しい時コロコロ直接はい、粘着する、はい、はい、痛いのかなと思うかもしれないですけど、全然バリバリくっついたりしないんで、しじみちゃんも気持ちよさそうにしてます。あ、そうなんですね、はい、その子に合わせていろいろ道具変えてみてください。わかりました。続いて歯磨きの仕方を実践していただきます。まずはトレーニング途中の子からですね、はい、お願いします。保護して1ヶ月の保護犬の子で、はい、まだトレーニング中の子をやってみるとどうなるかというところをお見せしたいと思います。おやつ用のペースト、歯磨き粉じゃなくてもっとおやつ効いてるやつ、うわ今ペーストがついてるからこうやってやってるけど、はい、今ペーストなくなったでしょ、はい、やろうとすると今度は嫌がったりガジガジしたりとか、確かにちょっと噛んでますね。そうそう、できない、まあでもね これが好きっていうふうに今してるんでいいと思うんだけど、ペーストもつけずにただ歯やると罰になっちゃうんで、これちょっと逃げてるの分かります。そうですね、こうやってね、ちょっと避けてますね。そう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 、まあまず最初はまともに歯ブラシなんてできないですね、はい、ここから少しずつ慣らしていくというところで、うん、歯磨きますよ、はいはいはい、こっちもね、そう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 、もうかなりおやつペーストもない状態でも全然平気ですね、うん、この子はねだいぶ慣れてるから、はい、たまにあげますけどね、こうやって少しずつあげながら待ってればまたもらえるよねっていう感じでやっていきますね、うんうん。で昔のワンちゃんはね歯磨きなんてしなかったかもしれないんだけど、はい、今は寿命もう10歳以上ってなると歯茎に穴開いちゃったりとかね、虫歯になっちゃって大変だから、まず歯ブラシが好きになることを教えてあげて、少しずつできるようにしていくといいのかなと思いますね、うんうん。続いて屋外の刺激はお散歩ですかね。そうですね、はい、生後どのくらいから外に出られるんでしょうか。うん、これも先ほどの話と同じで、迎えた日、次の日ぐらいからでもいいかなと思いますね、うんうん、はい、ワクチンの関係と社会科技ってすごく、はい、重複しちゃうところがあるんですけど、まあ、まずは抱っこして見るとか聞くとかっていうのも重要なトレーニングなので、今すぐでも抱っこして外出て行ってあげてほしいなと思います。はい、はい、さまざまな刺激ということで、さまざまなものをご用意いただいたんですけれども、ちょっと意外なものもあってびっくりしてるんですが、どうやって使うんでしょうか。変わったものはいいことがあるよって教えていくんですね。なるほど、人工芝的な ね、 そうですね、このアスファルトの上歩けるんだけど、はい、ちょっと変わったら止まっちゃって歩けないとか、ね、床の材質がちょっと変わるとダメっていう子もいるんで、はい、ちっちゃいうちからこういうのとか、ちょっと網があっても歩きますよとかね、うん、いうこととか、見た目だとヘルメットはこれは結構吠えます犬は。怖いですよね、はい、ヘルメットかぶっておやつあげるよとかね、うんうん、敵になるのか、ね、治療してくれる人になるのか、獣医さんにならすみたいなところ
ところでこれを着ておやつあげるとか、工夫次第で子犬の時から、ね、いろんなことができますよね。その通りですね、はい、最後は飼い主さんのお悩みでも多い吠えについて教えてください。はい、吠えっていうのは結構難しくて、さまざまなシーンがあるので、対応方法もそれに合わせて変えていかなきゃいけないですね。子犬の時からさまざまな刺激なことに慣らすことで、吠えにくい犬になっていきます。あとそれプラス、この発散っていうことかな、エネルギーが有り余っちゃうとやっぱりそこで吠えるってことが出てきちゃうので、心の発散、あと肉体的な発散と、あと頭の発散、この3つのパターンが、ありますね。はい、心の発散にはどんな方法があるんでしょうか。はい、人間で例えると海見に行くとかね、ワンちゃんも一緒で、街で人が歩いてるのを見るとか、葉っぱがゆらゆらしてるのを見るとか、別に体を動かさなくてもいいけど、こう動きとか、音とか、そういうなとか、あと匂いもあるかな、みたいなことを感じていくっていうことは刺激になって、ストレスも解消できると思います。肉体的発散とはこうお散歩で走ることですかね。そうですね、車が横通っていく、自転車が通るとかっていうと怖いとかって歩かないこともあるので、台東区だと谷中霊園とかね、あと川沿いとか、そうやって車とかが通らないようなところからまず始めてみるっていうのがいいんじゃないかなと思うんですよね。はい、雨の日でもできる肉体的発散について教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キャッチドッグっていうのやってみましょうか。はい、呼んで来たらおやつ一粒あげるだけですね。しじみおいで。お、はい、呼んでください。しじみ、はい、ありがとう。そしたら手隠してもらって、はい、しじみおいで、向こうだ、はい、しじみおいで、ね、これ往復するだけ。これの一人バージョンがあって、はい、これはブーメランって言います。あ、はい、手にタッチしたらちょっと投げます。お、あ、拾ってくるわけですね。はい、手にタッチした、ちょっと投げる。お、さっきより遠く、はい、はい、手にタッチした、はい、いけ、ブーメラン。ブーメランはしじみちゃんね。ブーメランで戻ってくるでしょ。はい、しじみおいで。わあ、嬉しそう。はい、最後に頭の発散が一番ちょっと難しそうなんですけれども、どんな方法がありますか。はい、実は簡単で、例えば普段使ってるドッグフードをちょっと投げるとかね、あと何粒か取ってばらまくとか、あとは例えばちょっと柱の陰にちょっと隠しておくとかね、あとおもちゃとかもあってなかなか出てこないとかね、ちょっと苦労して工夫して取るよとかっていうようなことで集中して探すことになるんですね。狩りの体験がお家の中でできますよっていうことですね。根気強く注意深く観察することが愛犬を理解する第一歩なのかもしれないですね。そうですね。はい、それでは最後に視聴者の方、これから犬を飼おうとしている方や今すでに犬を飼っている方に向けてメッセージをお願いします。はい、犬を、ね、飼うってことは飼い主さんが勉強しなきゃいけないことで、お勉強するとワンちゃんの、お世話の仕方とか遊び方とか、フードの上げ方とかが変わってきますので、一緒に頑張ってお勉強していきましょう。新井さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。